春日さん。なあ。そう。ありがとう。あ、春日さん、ちょっといい？なんだい？ここじゃちょっと二人きりで話したくて。いい？ああ、もちろん。じゃあちょっと上にでも行くか。こんなところで話ってなんだ。の、春日さん。いろはちゃん。ごめん、私もう耐えられない。な、何に。春日さんと普通のお客さんと店員の関係でいることにもう耐えられないの。そのなんで俺なんかのことを。だって春日さん、私に楽しい話をたくさんしてくれるじゃない。その会話を聞く中で人柄っていうか春日さんの魅力がどんどん伝わってきて、いつの間にか好きになっちゃったの。マジか。でも好きになったらどんどん春日さんの話を聞くたびに悔しくなってきちゃって。悔しく。うん、だって春日さんの話の中に出てくるのはいつも足立さんとか仲間のみんなばっかりで、私は出てこないんだもの。それがとっても悔しくて。いろはちゃん、お願い春日さん、今日はパーティーじゃなくて私と二人きりでチャットしてくれない。チャット。そう、二人だけのパーリーチャット。パーリーチャット。あー、すっきりした。これでもう悔しがらずに済みそう。だって私と春日さんはパーティー以上の関係になったんだもんね。そうだな。これからもいろいろなお話聞かせてね、春日さん。ああ、もちろんだい。これからもそのよろしくな、いろはちゃん。はい。ふう、いろはちゃんと良き関係になってしまったな。よう、春日、何やってんだこんなとこで。おお、あ、足立さん。何もやってないよ。うん、何でもないです。変な春日だな。